しゃー、どうも皆さんおはようございます、マクスキです。なんと2代目江戸さんに朝ごはんを食べたいと頼んだところ、このような商品が来ました。はい、おにぎり。これちょっと軽くなんですけど、商品の説明一緒にしてもらってもいいですか。はい、これは三角おにぎりです。三角おにぎり、はい、キッチンダムさん公認です。お、キッチンダムさん公認の三角おにぎり。はい、作っていいよって。お、こんなの。これちなみに3キロあるみたいです。3キロ、はい、で中身はお楽しみです。中身はお楽しみ、具を楽しみです。はい、でこちらは、はい、味噌汁でございます。味噌汁、お揚げとネギと、ママさん愛情盛りです。お、はい、具だくさんで。なるほど、はい、マックさんの栄養、体調を考えて満点になっております。じゃあでこちらは、はい、サラダなんだ。お、いっぱい食べてください。サラダはデロン1キロオーバーサラダです。うふぇ、1キロオーバーありがとうございます。でこちらは、はい、愛情スクランブルエッグ。おえい、チャーシューが入っております。お、エゾ特製。でこちらはこれが煮物なんですが、はい、エゾといえば唐揚げ、唐揚げの煮物です。珍しい。大根おろし、チャーシューおろしです。はい、チャーシューおろし。はい、でこちらが、昨日の夜からママさんがつけた、お漬物です。なんとなってます。つけていただいたお漬物、はい、これ相当レアですよ。はい、でこちらがこれ今日の目玉商品。はい、マクサにネイサンズで活躍してほしいという思いを込めて、はい、愛情、気合、根性、努力、全部の気持ちを込めて焼き上げました。はい、ソーセージ、ソーセージ、ソーセージ、ありがとうございます。本当ありがとうございます。ありがとうございます。心して朝ごはんをいただきたいと思います。はい、ちょっと今日量少なかったんですけど、8キロになります。はい、朝ごはんで8キロって何かね。大根おろしがあるから、はい、ちょっと計算違ってたら8ちょいです。8ちょい、はい、8ちょいになります。よろしくお願いします。ありがとうございます。はい、朝ごはんもこれぐらい食べないと。おお、ですよね。はい、それでは改めまして、エゾ流朝ごはん8キロ超え、いただきます。あとサラダからね、おにぎりちょっと置いといて、サラダ全食いします。この1リットルのドレッシングそのままもらっちゃいました。じゃあいただきます。なんと向こうでは高根リベンジさんが召し上がっております。リベさん、おはようございます。いや、今もう3時、4時になると思うんですよ。ほら、朝ごはん食べてんだもん。おはようございます。おはようございます。どうも。サラダ1キロ超え。でもそれだけでも普通の人はこんな感じで。ね。うん。ええな。何入ってる。最後この二人つけたの。重くてめちゃめちゃです。まだまだいけそうですか。まあ、ギリギリなんとか。
タスの量がもう尋常じゃない。はい、全然食べれる。はい、もうあとじゃん。楽勝じゃん。いや、マックさんがいいですね。まだいい感じですね。はい、これ、食べたら、これ朝飯なのにご飯食べましょう。じゃあラーメン、ラーメン。ここラーメン屋さんだ。サラダ完食って、サラダの丼でかい。あれ食べまし、いただきます。うまい。
超幸せ。汁もね、具沢山で美味しい。3kg ってすごい量だな。うわ、うまこれ。これやばい、強烈にうまい。なんとびっくり、唐揚げが具に入ってました。この卵やばいうまいわ。うまい、この卵。梅も入ってる。すいません、ごちそうさまでした。最高。タコさん、おにぎりの唐揚げがでかい。
リプリだ。卵が入ってる。角煮も入ってる。うわ。うまお。今度は海苔が入ってる。完成されてますよ、これ。
おにぎり分解。僕はどうしても食べたかった食べ方がある。ウリア。このお米と。スクランブルエッグ美味しすぎるんですよ。本当に美味しい。これたまってきました。結構たまってきました。本当におにぎりのサプライズグがすごい楽しいです。いろいろ入れてみました。梅のり、角煮、唐揚げかな、卵。びっくりしましたよ。よいしょ。こっからは、はい、第2章ですね。おにぎりの人食べてないっていうか、お菓子で食べちゃってるっていう。大丈夫です。そう食べるしかないですよ。うまっ。実際僕らはこれ3人でおにぎりを食べたんですけど、3人で食べきれなくて、お持ち帰り夜ご飯にもなりました。うん、うまいなってる。これなら昼でも夜でもいいわ。あ、もうどれも本当味付けがありがとうございます。美味しくて、ちょっとビビったのは卵焼き。ちょっとあれはグランドメニューにした方がいいんじゃないかという。いや、ありがとうございます。普通じゃないですよ、あのうまさ。なんですか、あのうまさ。なんか本当でもチャーシューを、あ、一緒に入れたんですね。チャーシューのうまさですか。はい、あとはここです、ここ。でも本当に美味しい。ありがとうございます。引き続き食べていきます。
6本巻きぐらいの量になったよ。
のタイミングで大丈夫です。ごちそうさまでした。あざっす、あざっす。いややばい、これ朝飯で食ったら夜飯もいらないっすね、これ。いや食った、面白かったです、ごちそうさまでした。ありがとうございました。あざっす。あ、ストップボタン押せるかな。大丈夫です。バイバイ。